こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。オーストラリア,アマゾン室サポートサイト。今日は FBA 在庫リミットをアップする方法です。FBA 在庫リミット。ほとんどの会員さんに表示されていることと思います。在庫リミットが表示されない会員さんもいます。こうなるためには、売れない在庫を持たないことが重要です。 一方在庫リミットがねリミットに達しだしちゃってる会員さんもいます。ちなみにこの在庫リミットの数なんですけど、2018年にアカウントを開設した会員さんのリミットは1500個がリミットです。1500個リミットがあればまあ商品探しをしてもまあ月にね6000ドルあるいは1万ドルぐらいまで売る商品をね、えー、十分入れるにも不足ないんですけど。 300個の場合ね、うまくやらないとすぐに、ね、在庫リミットになってしまいます。そこで、まあ、在庫リミットをアップする方法です。在庫リミットアップには申請が必要ですで。申請するための3条件。月間販売個数が300個を超えている。あるいは300個近いと。そしてたくさん売れる商品,を商品が見つかっている。さらに売れない在庫を破棄できると。 ね、これら3条件をクリアした会員さんでリミットアップを希望する場合はお気軽にご相談ください。えーね、在庫リミットアップのやり取りをしていて、まあ、なるほどこう申請すればリミットアップするなというのが分かりましたんでねサポートさせていただきたいと思います。まあ、早く始めれば、ね、有利、まあ、リミットアップで苦労することもなかったんですけど、まあ、2019年以降に始めた会員さんは、まあ、そんなこと言ってもしょうがないんでね、まあ、在庫リミットが。 えー、少なすぎるという場合はねリミットアップのお手伝いしますのでお気軽にご相談くださいご連絡ご相談お待ちしてますアマゾン輸出サポーター堀秀夫でした